自分の子供に予防接種を受けさせる、そんな私たちには当たり前のことのできない国がアジアにはまだたくさんあるんだそうです。たった20円のワクチンが手に入らない、簡単に予防できる病気で子供が死んでいく、それをママたちはどうすることもできない。でも同じママである私たちにできることがあります。私たちのダイヤルが300円分のワクチン募金になるのです。ママヘルプママ。ゴミ、ああいや、ナイスチョボラ。ごめんね、ちょっとしたボランティア、それがチョボラ。並べんぞ。ナイスチョボラ。いつでもどこでもチョボラは身近にいっぱい。いくよ、はい、こっちおいで。チョボラ、大丈夫ですか？足元チョボラ。あなたもチョボラ始めませんか？公共広告機構です。ワイシャツパリッとしたわ。本当だ、いたかいたかい。ご飯ですよ。この子お礼だな。メガネ。1950年代から家庭には次々と電化製品が普及し始めました。あ、着いた。ほら山よ。ほらほら見て、綺麗だね。綺麗だね。ただいま。生活がどんどん便利になり、それとともに日本の電気の使用量もこの30年間でおよそ3倍に増えています。その間電力会社は安定して電気を送り続けてきました。今この時も、そしてこれからも24時間休みなく電気をお届けするために、できることから一つ一つ一緒に考えましょう。明日のエネルギー、電気事業連合会。